糖原病は、グリコーゲン以下に必要な酵素の先天的常により、肝臓、筋肉などの組織に、グリコーゲンが異常に蓄積する病気。糖原蓄積症とも呼ばれる。発育障害、肝腫大、空腹時低血糖、高コレステロール血症などが認められる。人では、血損酵素に基づいて17の方、犬では4つの方に分類される。多くの方は、 常染色体劣性遺伝である。難病法により、筋型糖玄病と肝型糖玄病に分かれて、指定難病となった。グリコーゲンの代謝に関わる酵素異常症である。それぞれのグリコーゲン代謝酵素である、タンパク質を高度する遺伝子の病的変異が見つかっている。日本における患者数は、筋型糖玄病が推定約3000から6000人。 肝型糖炎病が約1200人とされている。主に筋肉と肝臓に症状が現れる。筋肉の症状としては、運動時筋痛、筋硬直、黄門筋有解症、ミオグロビン尿症、筋力低下、筋萎縮心筋障害などが挙げられる。肝臓の症状としては、低血糖、肝腫大、乳酸アシドーシスなどが挙げられる。合併症状としては、 一部の病形において、知的障害、転換、正気系、横断、監視台、不正無突然死などが挙げられる。多くの病形があるが、知られた病形として以下のものがある。ありがとうございます。